とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー第3章のタイムアタック、やっていきます。一度やったんですけども、スタートから2日目に行いました。今はね、ショートカットとか、いろいろありますので、早いんじゃないでしょうか。行きます。まあこの1階からまさかのねショートカットができるっていう、これは知らなかったな。1階敵が多いからここでショートカットができるって素晴らしい。うん、もういきなりの1分以上の短縮になるはずだもん。あれショートカットほんと素晴らしいね。これ気づいた人いつぐらいに気づいたんだろうな。極力敵を集めて倒していこうの方が早いからね。ある程度のダメージはもう覚悟の上で、やっていきます。そうするとだいぶ早いんだよね。うん、まあ、死ぬ確率もちょっと高くなるんだけど、そこはある程度安全も考えつつやっていきます。最近のね、攻略スピードは、そうね、30分はかかんない。30分はかかんないけども、28分とか、そんぐらいじゃないですか。なんで今日は、できれば26分無理かな。うん、27分とか、それぐらいでいければいいかなと思っております。いけ、はいはい、とりあえずネクロとレイスを先に倒してしまえばあとは何とでもなる。よし、矢が来ないな。矢が来てくれればすごく楽になるんだけど、ショートカットするとね、矢がどうしても足りなくなるのよ。なので矢が最初のうちにいくつかポンポンと出てきてくれれば嬉しいんだけど、来ないな。そうね、5個くればいいかな。うん、5個くればいい。矢がないときついのが22階と25階、あそこ矢がないときついんだな。あと20階のボスも矢を使わないとちょっとね時間がかかるんで、倒せるよ、全然倒せるんだけど時間がかかるのよな。なんでそこをなんとか矢が5、6本出てきてくれればいい。19階までにどいてくれ道を阻まれてた。で最近裏切りの刃は俺ここで取るようにしてます。ここだと、吸血と雷がつくので、まあ、安全面もそうだけど火力面でも優れてますんで、最近はここで取るようにしてます。ドン。まずは、こいつ回をちょっと倒す。打ってほしいんでね、こいつは。OK。あと、このね、凍結がもう打ってほしい。こいつら嫌いだわ。凍結。よし。ここにもいるか。よーし、終わり。打ち漏らしでね、戻ったりするのも、なかなか面倒だけども、まあ今のところ大丈夫。雷をもう一入れときましょう。敵が出る場所も大体はね覚えてるんで、アーティファクトの使うタイミング、あれ重要だよね。アーティファクトの重要
タイミング。よし。うまい。OK。極力パワーシェイカーは敵を集めてまとめていけるようにいきます。よし。でもやっと1個か。やっとか。今回も結構厳しいかもしれませんね。出るときにはね、もうこの辺ですでに3つぐらいは出てることもあるんで、ちょっと今回少なめかも。いけ。知れませんね。でもここのね、スライムからは出やすいと思うんで、愛のメダルに頼ることなく普通に倒す。出ねえな、出ないな。よし、出た。ここ出やすいのよ。ここのね、スライムちゃんからはよく出ますね。まあまあまあ、そこそこ早いんじゃないですか、今のところ。で、次は10回のボスをどれぐらいの速さで倒せるかによると思います。うまいことね、敵をぶつけて。でもね、ここ早く倒せるかどうかはエンチャント次第なんだよな。エンチャントで、まあ、クリティカルとか、毒の雲、そのあたりが出てきてくれれば早いけど、どうしようもないエンチャントの時もあるもんな。運次第です。ここで、こんなに当たり時は、まあまあまあ、いいでしょう。どこだ？そこ？まあまあ、場所としては悪くない。敵をネクロに OK、 いけ。いやー、エンチャント良くないな。良くない。いい時はね、もっとがっつり倒せるはずだけど、OK。 まあまあまあ、遅くはないかなぐらいで、まあまあいいでしょう。エンチャントよくねえな。いやー、いいエンチャントは出ない。けどもう、まあまあ、タイムとしては悪くはないぐらいじゃないですか。で、ここは別に問題なしで、次の回で忘れずにあれだね、ショートカットをする。ショートカットを覚えたのが2日前ぐらいなんで、ちょっとね、忘れちゃうんだよね。ショートカットすることをちょっと忘れちゃうんで、忘れないようにしましょう。おお、どこ行く？ちょっと待って。あいつらが、わけわからんと言いやがった。よし。矢は出てないね。あ、おし、オッケー。3本目。あと2回ぐらい出てくれれば、十分かな。あと2回出てくれれば、いいと思います。これ、こんぐらいあれば、22回か。あそこまでは、問題ないと思う。で、その後も必要になるんで、押し、あ、ラグった。ここも運が若干絡む。愛のメダルで最初ロイヤルガードをうまいこと使
まえれれば、オッケーオッケー。こうなると早い。ロイヤルガードと略奪者になると結構早いんだよね。いっていって、いや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 、ゴーレムが全然変異動きしない。やばっ、あっぶねー。ちょっと待って、ここら辺に隠れてるやつから行きましょう。ちょっと待って、お前なんでこっちに来た。よし、なんか変な動きするね。いけ、任せたよ、こっちは。おお、マジで。やばい、時間が。ポーション使って突っ込みます。よし、いけ。どう？打ち漏らしないよね、これ。OK。若干時間かかったかもしれないけど、まあまあまあ、全然大丈夫。死なないのがね、やっぱ一番だから。死んでしまうと、一気にね、時間が経過しちゃうんで。それだけはさ、ああ、うわ、もう。避けたいところと言ってるところで当たる。ここの愛のメダルは略奪者が出た瞬間で使うといい感じにいくんだよね。 OK、 あと2体か。矢はないな。ないね。せめてあと1個欲しい。せめてあと1個矢が欲しいところ。出てきてくれるかな。こっから22階までは特に問題ないね。難しいところはありません。22階がね、あそこっぽいよ。若干運が絡む。運が良ければいい感じでゴーレムとあと愛のメダルでね、敵が動いてくれるんでいいんだけども、運が悪いと本当にね、何にもしない奴らが生まれてしまうんで、そこをどうなるか。よっしゃー、オッケー、いいよ、いけ、任せた。あ、おい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 、何それ。ここはなしでしょう。攻撃当たらんし、こんなん当たらんし。うわー、もう変なところに着地したなー。いやー、だいぶ時間ロス。今のはひどいよ、今のはひどい。いけ、じゃで16、17、18、うん、まあまあまあ、17回が嫌いだね。難しいとかじゃなくって、フィールド広くって敵出る場所がちょっとね、分かりづらいっていうか広すぎるのよ。だからいけ、あぶねえ、だれ、うん、ここは問題なく成功だね。いやでもさっきのさ、あいつが変なとこに乗っちゃったのは嫌だったな、あれは。他でちょっと挽回していかないと。え、来た、17回。ここは嫌いだ。あ、とにかく、あ、でもこの足の速くなるポーションは使えるね。感じだ。よっしゃ、 OK で、こっちに HP の高いやつらが出るから、そこをゴーレムで叩いてもらうと。 OK、 うん、いいよ。
クガフィッシュの大群。ああ、愛のメダルが回復してない。いいさいいさ、いっけ、倒したね、あっちは。うん、終わりだね。よし、まあまあ順調に倒せました。よし、エンチャントはしっかりつけてね、いきましょう。18回、うん、問題なし。110本矢があればまあまあまあマシかな。110本あればまあなんとかなる。うん、なんとかなるレベルだよ。なんだこれ、おーおお、 EMT か。よっしゃ、よし、お、いいね。はい、ちょっとタフなあいつらが、よし、倒せたからよかった。で、ボス、このボスも、ゴーレムのエンチャ次第だね。いいエンチャが出てきてくれればもうほんとすっごい倒せるけども、よくなければ、時間かかる。どうでしょうか。で、こっち入って虚無をつけると。 OK、 ゴーレムについてほしいエンチャはクリティカルエコー毒かな。それが来ればもうベストやね。いや、絶対よくね。弱体化とかついてる。あ、違う、炎の向きだこれ。まあちょっと矢は若干もったいないんだけど、矢でね攻撃をキャンセルしつつ、やばい、攻撃していこう。いいの出て、ダメだ。うーん、エンチャに恵まれないな。よし、 OK、 倒した、終わり。よし、ちょっと矢を使いすぎた感はあるけども、まあまあまあいいでしょう。それではショートカットの場所の21階だね。ここはまだ全然慣れてないんだけども、いけるかな。おっしゃ、 OK、 いけた、うまいこといけた。あそこ落ちちゃうとちょっとねタイムロスになるんだけども、よかったです。で、ここよ、21階、ここが結構問題。いけ、うまいことね、敵が動いてくれればいいんだけども、うーん、どうだろう。いやー、ゴーレムお前そっちに行かんでいい。うーん、うねー、なんかうまいこと動いてくれない気がするな。よし、これね、ここはあっぶね、しぶしぶ。ちょっと待って、ゴーレム、お前まずこいつを倒してからや。よし、 OKOKOK、 でこっからがちょっときついな。あっぶね、ちょっと待ってよ。 OK、 ゴーレムは大丈夫か。まだ HP あるね。いけ、俺ももう矢を使い切る覚悟でいくよ。よし、 OK、 いけ、矢がもう少し出てくれ。次25回がきつくなるぞ。出なかったか。うんうん、あ、じゃあ違う、まあしゃあないね。それまでにもう少し出てきてくれれば嬉しいところだけども、今回矢が全然出ないからな。
どうでしょう、まあ、とにかく早く倒すことを心がけていきましょう。まあ、ああいう風にね、なんか壁に乗っちゃったりとかそういうのがねなければいいけどな。よし、矢が出て、矢があと一束欲しいところ。出てくれないなぁ。来た、 OK。 こいつらは仲間か。こいつらから出てきてくれれば嬉しいけどダメだな、出ない。で、24回、まあ、25回もこれぐらいあれば大丈夫じゃ大丈夫なのよね。ただその後ボスがちょっと時間かかっちゃうかな。ここをちょっと高速で行きたいところやね。でもここ下手するとちょっと危ない場所なのよ。いけ、ビーストバースト、 OK。 ビーストバースト決まれば気持ちいいぐらいに敵をね一掃できるんで、いい場所だよね。危ない、大丈夫か。 OKOK、 基本ゴーレム先行で行ってもらえば問題なく倒せるんだよね。よし OK、 あとそいつだけ。あー、逃げるな逃げるな逃げるな。結局矢は出なかったね。ちょっと25回が消極的な動きになるかもしれません。大丈夫か、53本か。まあまあまあ大丈夫とは思う。よし OK、 うん、こんぐらいありゃまあまあ十分でしょ。 OK、 うん、おい減りすぎやぞ。いけ、俺はこいつらで回復する。おいで、わお。ゴーレムを出すのは極力後で。よし行け、バカそっち行くなって。いいエンチャントだな、エンチャが良くない。あっぶね、行け、回復しとこう。ビーストバーストも入ったし OK、そっち行かなくていいよ。行きましょう。あっぶね、よっしゃ行け、暴れろ暴れろ。よし、あとこっち側、よし、ゴーレムがある程度そっち処理してくれたなら OK です。行け、行っちゃって、おー危ねえ。いやー、ゴーレムが強化されてないぞお前、大丈夫か。あ、怖い怖い怖い、俺の方に攻撃が来るのが怖い。あぶね、よしいいぞいいぞいいぞ。ふう、本当ならもうちょっとね安全に行きたいところなんだけど、さすがにタイムアタックは安全に行くべきじゃないからね。倒した？終わった？おーし、オッケーオッケーオッケー。矢が71本。まあまあ、大丈夫じゃないですか。で、ここか。ここもね、毒ダメージパーッと食らえば、やばい場所なのよ。やばい場所。ちょっと本当だったら、若干気をつけていかなきゃいけない場所なんだけど、オープンで、ほらほらほら、今みたいに毒ダメージくるともう一気に削られるからね。多分3発ぐらいでしょあれ、今の食らったの。よし回復、ちょっとちょっとちょっと、そこでよし OK、
ゴーレム基本的に頑張ってください。あっ、ね、あっ、ね、まだ結構いるな。よし、オッケー。うん、ゴーレム強化も使えるし、いいんじゃない。いけ、いいんじゃないですか。まあ矢は出てこなかったけども、十分早くいけたでしょう。クリアだ。で27回、ショートカットですね。ここも落ちなければ早いよ。もうよし、出てくんなよ。よっしゃ、 OK、 クリアです。1回落ちたけども、まあまあまあ、そうなんてことないでしょう。で、ここ嫌い、ここ嫌いなのよ。 OK、 あんまりね、自分から前に行きすぎるとここマジで危ないから注意していきましょう。基本ゴーレム任せで行け。よし、いいね、いいエンチャント出てるよ、いいエンチャント出てる。あと上、上行っちゃって、おい、全く動かないぞ。で、ここでできればゴーレムをやられときたいんだけども、ああ無理か、この HP だったら。この HP はゴーレム耐える、仕方ないね。ボスの時に一度ゴーレムはやられると思うんだけども、まあ仕方ないっす。うん、矢も71本あるし大丈夫でしょう。いくぞ、いい感じのタイムか、どうだろう。そうは思えない気はするんだけど、まあまあそこそこ早くはてるんではないでしょうか。よし、オッケー、完璧。よし、うん、矢はしっかり使っていってオッケー、大丈夫。うん、あー、ここでゴーレムやられるな、ちょっと耐えれないと思う。うん、だよね。でも全然雪玉が弾消してくれてるんで大丈夫だ。うーん、そこまでダメージ入らんな。 OK、 どこいる、こっちか。 OK、 雪玉素晴らしい。で、ゴーレム、おーおー、変更がついてる、変更ゴーレム、いいね。よし、終わりでーす、クリア。まあまあ、ぼちぼちのタイムだったんじゃないですか。で、出たやつは、機械仕掛けがクールダウンついてれば嬉しいかな。ダメですね。うん、ダメだ、全部ダメ。まあまあ、うん、知られたツタの弓、これをお供え物にするか。はい、ということで今日はタワー第3章タイムアタックやってみました。あと4日間かな、タワー第3章が。うん、もう少しです。まあ張り切ってやっていきたいと思います。そして、第4章になった時には生放送でまたクリアしていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。